い、ゆずちゃんとももちゃんでございますね。今回はお二方はべったりモードでございますね。コメント来ましたんでね、お答えしていきたいと思います。内容はこちらでございます。はい、ということでね、やっていきたいと思います。取っておいで覚えさせたいっていうことなんですけども、結論から申し上げますと、お教えすることはできません。なぜか、理由がもちろんあります。条件がまずありまして、飼い主さんがそういう雰囲気作り、楽しい雰囲気作りを作り出すっていうのがまず一つの条件で、二つ目、ワンちゃんの協力が必要です。はい、これをどっちか欠けててもできません。2つあって初めて練習ができる、要はスタートラインかな、スタートラインに立てるラインに入ります。はいね、ですんでね、今回この文章、この追記のところですね、特に、見ましたけど、これもうおもちゃもね、おもちゃ全く興味持たない、知らんぷりの状態のワンちゃんにね、覚えさせたい方法どうやってやるんですかなんて、言ってもね、ま、もうおもちゃにまず興味がないんですから教えられません教えられません。はい、それより前にですね、まずね、飼い主さんご自分のワンちゃんのタイプはちゃんと分かってますかって話ですね。もちろん個性での話なんですけど、例えばこう活発系のタイプのゆずちゃんね、あの動くの大好き、走るの大好き、体動かすの大好き、おもちゃ大好きね。で隣ももちゃんね、今グースか寝てますけど、心穏やかにしたいね、ゆっくり過ごしたい、もう遊ぶよりおもちゃとかじゃなくて、私はなで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 可愛がられたいね、お嬢様よなんてねね、こういう子に対してですね、タイプっていうのはいろいろあるわけですよ。こういう形でね、ご自分のワンちゃんのタイプ分かってますか、本当に飼い主さんね、分かってたら取っておいでを覚えさせようっていうのは考えないんですね。考えられません。まず例えばこのももちゃんタイプだった場合はね、はい、いいですか。で現にちょっと実際お見せしますけど、ゆずちゃん、ゆずちゃん、ボールもらい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 。ありがとうね。今これちょっと持ってきてくれたんですけど、こういうタイプですか、どうですか、こういうタイプかな。ももちゃん、ほら、はい、ももちゃんボール、ほら、ももちゃん、ほら、ボールボールボール、ほら、ももちゃんボール、ほら、ほら、ほら、はい、はい、早く早くボール、ももちゃん、ももちゃん、ボール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 、ちゃん、あなたももちゃん、ボール、ほら、はい、全く興味を示さない、こういうね、タイプ、どっちですかね。今、わかりやすく、言葉じゃなくて、実際お見せしましたけど、わかりますかね、どっちのタイプですかって話ですね。はい。こういう、こっちの系のタイプのワンちゃんでございましたら、まず、取っておいでを覚えさせるんじゃなくて、ね、おもちゃは楽しいよっていうところから始めないといけません。もうまずスタートラインのところからですね、やらないといけない。おもちゃも、飼い主さんが自分でこう買ってきたやつじゃなくて、一緒にペットショップに行って、もちろん 入っていける場所ですね、もちろんありますから、山ほどありますからね、そういう場所でワンちゃんが興味を持ったおもちゃを買ってあげて、それで家で一緒に遊んであげる。そういうですね、ところからまず始めないと全然やってくれません。ね。
ですから今回のコメントに関してはお教えができないわけですね。お教えできないというか、まずはカエさんが自分でそのワンちゃんのタイプまず把握するところからやってみてはどうですか、ね、分かった上で自分のワンちゃんはどういう扱いをしないといけないのか、ね、分かってたらこういう系のワンちゃんにね、ほらもーちゃん、はい、取っておいで、もーちゃん取っておいでって覚えさせようっていう気には、ね、ならないんですよ、タイムさん普通は、はいね、分かってたらやらない、やれないやる気にならない、ね、はい、どうしてもやりたいよっていう方はまずはおもちゃが大好き、おもちゃっていうのは楽しい、ね、そっから始めます、はい、ということでございますね、はい、まああんまり今回はちょっとためにならなかったんじゃないかなと思います。ですが、まあ、コメントいただきましたので、お答えさせていただくにあたって今回の返答はこんな感じです。私は、はい、以上でございます。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。